チェカリンの紋章チェカリンは、ロシアのトゥーラ州の都市。救命は、リフビン。岡川上流の左岸に位置する。人口は1151人。ロシアで2番目に小さい市である。ロシアで最も人口の少ない市である。マガスは2002年に、イングーシ共和国の新首都となったため人口の増加が期待されており、チェカリンがいずれ、ロシア最小の市となる可能性は高い。 1565年にリフビンの町が丘川沿いに築かれた。大道乱期、ロシア・ポーランド戦争ではポーランド軍に攻められ荒廃した。死になったのは1776年のことであった。第二次世界大戦では1941年10月22日から同年12月27日までドイツ国防軍に占領された。リフビンは1944年。 ツーラ州で対戦中にパルチザンとして戦い、ドイツ軍に処刑されたアレキサンドル・チェカリンの栄誉を称えて、チェカリンと改名された。ありがとうございます。